落語家が山手線ジャック。山手線に新設される駅名が高輪ゲートウェイになることに反対の声が相次いでいる中、東京の落語家たちが駅名を芝浜にするため山手線を占拠する事態が発生しました。 JR 東日本は山手線に新しく設置される新駅の名称を一般公募しましたが、公募の結果1位に上がった高輪や2位の芝浦、3位の芝浜を差し置いて、たった36票で130位高輪ゲートウェイを駅名として正式決定しました。この JR の決定には反感の声が相次ぎ、名称撤回を求める署名運動まで起こったばかりでした。そんな中、なんで芝浜に仕上がらねえんだいと啖呵を切った落語家たちが飛び打ちを持って JR 東日本の本社に乱入し、車内をあっちこっち引っかき回して飲めや歌えのどんちゃん騒ぎ、まんじゅうを投げつけたり社長の腹をくすぐって立てなくしたりなんかして本社を占拠した後、山手線の全駅に一斉放送で、今日から私ら落語家が、JR をちょいとお借りしますんで、つきましては新しい駅名も芝浜なんてんでね、高輪ゲートウェイなんて、お通気だった名前なんざ、こっちから願い下げだってなもんでね、まあそんなわけで、ちょいとの間お付き合いを願いますとアナウンスしました。これを受け山手線の新駅が芝浜になることが決定したほか、新宿駅が末広駅、品川駅が品川新宿駅、上野駅が上野広小路駅になるなど、他の駅名も落語や寄席にちなんだ駅名に好き勝手変えられることとなりました。この事件の首謀者である落語家の歌丸さん、仮名に直撃取材したところ、まあなんですな、これで東京の街も江戸城主あふれる下町に様変わりしたってなもんでねまあなんともおめでたいもんでござんすな、などとのんきな人もあったもんでございました。記者が調子に乗って、師匠この後はちょいと大勢でもって引っ掛けたりなんかするんですかいと尋ねると、いや酒は勘弁です、また夢になるといけねえから、などとうまいことを言ったもんでございました。お後がよろしいようで。